宇宙世紀00791月3日、スペースコロニーサイト3はジオン公国を名乗り、地球連邦政府に対し宣戦を布告。後に一年戦争と呼ばれる戦いの始まりである。王国は巨大人型兵器モビルスーツを戦いに投入し、物量で勝る連邦を圧倒する。開戦よりわずか40時間で3つのサイドは壊滅し、28億もの命が失われた。だがこの凄惨な殺戮劇もジオンの真の目的の前では単なる序曲でしかなかったのである。これは愚劣なる地球市民に対する裁きの鉄槌である。神の放ったメギドの火に必ずや彼らは屈するであろう。ジオンは空前絶後の計画を実行に移した。スペースコロニーを強大な弾頭に見立て、地上に落下させようというのだ。目標は南米連邦軍本部ジャブロー。落下するコロニーは連邦軍の必死の抵抗に遭い、大気圏突入後に崩壊、大きくコースを外れてしまう。ジオンは作戦の失敗を挽回すべく、サイド5ルームに進撃を開始。一方連邦はレヴル将軍率いる宇宙艦隊をルナ2から発進させた。地球の命運はこの一戦にかかっている。諸君らの健闘に期待する。連邦へ、えらく動きがいいが、指揮官はレビルか。モビルスーツ隊を発進させろ。両軍の戦力比は3対1、圧倒的に連邦軍が上回っていた。しかしこの戦いはジオンの圧倒的勝利によって終結する。モビルスーツの威力を前に、連邦艦隊はただなすすべもなく撃破されていく。連邦軍の機関アナンテもまた激しい戦闘により大破し、脱出を試みたレヴル将軍もジオンの捕虜となってしまうのだった。ジオン政府はルームでの華々しい戦果を武器に、連邦政府に対し休戦条約の締結を申し入れる。敗北を喫し疲弊した連邦にとって、それを断る気力はもうなかったかに見えた。ジオンが提示した休戦条約は連邦に対する事実上の降伏勧告であった。連邦に戦争を継続する力はもう残っておらず、この条約の受け入れもやむなしと思われた時、奇跡は起こった。私はこの目でジオンの内情をつぶさに見てきた。我が軍以上にジオンも疲れている。先日のコロニー落としとルームでの戦いもジオンにとってはギリギリの勝利でしかなかったのだ。我々も苦しいが、ジオンも苦しい。彼らに残された兵はあまりにも少ない。この演説によって連邦軍首脳は戦争の継続を決意する。結局この日の会談では、いくつかの軍事条約の締結のみにとどまり、ジオン公国は地球侵攻作戦を決定。戦場は宇宙から地上へと拡大していくのである。